はい、こんにちは、ムックのゆっけです。こんにちは、ムックのみやです。はい、はい、今年も節分祭の時期となりまして、うん、昨年に続いて、うん、今年も我々2人が日立の国総社宮に出向き、うん、節分祭に参加する予定だったんですが、そうなんです、はい、残念なことに、はい、新型コロナウイルスの影響でですね、緊急事態宣言が発令されてしまい、現地での参加が難しくなってしまいました、ということで、ですね、まあ、行けないんですけども、はい、こっそり事前に特別年男として神社で祈祷を行いまして、お札もこういうふうに、はい、いただきました。はい、いただいてきました。今回はこういう動画での参加となりますけども、はい、来年、まあ、落ち着いたらまた行けるといいなと思っております。はい、はい、去年もですね、お祭り、そうだよ、コロナの影響で縮小されてしまったとのことで、うん、石岡の人間としては悔しい限りでございますけども、ね、まあ、来年以降また落ち着いて、うん、お祭りもあと豆まきもですね、はい、来年以降また参加できるように、はい、願っております。はい、というわけで、リモート豆まき、そうだね、今年はね、をしていきたいと思います。はい、うん、よし、じゃあ2021年も皆様に、福が訪れるように、そして鬼ですね、まあコロナウイルスも鬼でしょうきっと、うん、見立てて豆まき、東京のですけど、はい、ど真ん中でやっていきたいと思います。はい、いきます。福は内、福は内、鬼は外、鬼は外、福は内、福は内。よし、これで払えたんじゃないですか。俺にも鬼がいるかもしれないんで、いきますか。はい、いきますよ。はい、鬼は外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 。よし、じゃあ俺もお願いします。鬼は外、ちょっと何鬼は外、あちょっと待って。はい、俺服のだから、本当は服はうちなんだけどね。まあいいや、これで多分大丈夫だと思います。はい、これ石岡の人もね、みんなこうできたと思いますよ。というわけで、はい、来年はちゃんと石岡行ってやれるように祈ってるので、待っててください。というわけで、ムックユッケとミヤでした。ありがとうございました。バイバイ。